TR26 系代車国鉄 TR26 系代車は鉄道省が開発した鉄道車両用代車の一形式である。当時日本の機動車開発で最先端を走っていた日本車両製造本店製機動車用代車を基本として1932年に設計され、1933年より製造が開始された。 キハ39600系キハ41000型より1951年に製造されたキハ41600型までの同型車格種に採用された。また、キハ41000系の姉妹形式であるキハ4万型にも軸挙を短縮した TR27TR28 が採用され、さらにキハ41000系の拡大版に相当するキハ42000型にも軸挙を延長し、 枕羽ネブを強化した TR29 が採用された。当時としては極限に近い軽量化を図った帯子板組率による皮脂枠に中高性のペデスタル部及びクインポストを組み込んだ側枠を備える。またトランサムは溝蛍光を組み合わせて構成されており、ここに同軸の逆転機を2本の転動防止用リンクで操作する構造であった。皮脂枠構造そのものは ボギー台車の黎明期にアメリカで既に存在しており、軸バネを省略したタイプのものは、貨車用を中心に日本でも明治期から普及していた。本形式の設計は皮脂枠構造を基本に、軸バネを付加することで軽量化と一定の水準の陽動特性の両立を図るものであり、日本車両製造本店が1920年代後半の機動車市場参入以来、 様々な試行錯誤を繰り返した末に確立した、機動車向け標準型二軸ボギー台車の企画設計を元に、各部寸法を鉄道省側の要求に合わせて調整したものであった。この開発経緯が示す通り、本形式は、各部寸法の調整や、枕羽根部の組み替えでその軸距や、心皿か重上限の変更が容易に可能な設計となっており、実際にも、 前述の通り本形式の軸距を伸縮した TR27 から29が鉄道小向き派生形式として設計されている。軽量化に留意し橋張りを省略。さらには、下揺れ枕を省略し重ね板羽の両端を直接揺れ枕釣りからリンクで釣り下げるという大胆な構成とされたが、バネ下重量を極限まで削減したこともあり。 本形式の乗り心地は70から時速80キロメートル前後で走行しても同時代の電車、客車用正式台車と遜色なくむしろ良好なものであると評された。そればかりか戦後国鉄主導で設計された DT-18 を筆頭とする一連のゴムブロックを枕羽根とする機動車用大台車群と比較してもその乗り心地は良好であったと評価されており、私鉄向けでは 戦後も DT22TR51 が開発されるまで長く本形式と同様の構造を備えた台車の製造が継続した。なお、軸受けには当時の鉄道省の車両では珍しいスウェーデンの SKF 車製のローラーベアリングを使用していた。これは非力な機関出力を前提に極力軌道抵抗や走行抵抗を軽減することを目的として採用されたものである。 日本車両製造が、私鉄機動車向けとして、試行錯誤を繰り返して、開発、熟成を図ってきた台車の設計を流用した。という経緯から、同種の台車は、同社が手掛けた、戦前整線 67mm、機関地方私鉄向けに軸ボギー台車を装着する、機動車のほぼ全形式に及ぶ。むしろ、本形式こそが、この日本車両製造製機動車用、 標準型台車の派生形式であったと考えるべきであろう。また、鉄道省での正式採用後は、実用試案や特許の制約が事実上なくなり、他のメーカーでも製造可能となった。このため、同種の台車は、他社でも DT22TR51 が量産開始されるまで、戦前戦後を通じて多数が製造された。国鉄向け、私鉄向け、流用品、 他事業者からの中古品を使用する車両を含む、ありがとうございます。